今回の焦点の一つはビルドアップ、追試です。敵陣でどういうふうにボールを、選手間の距離をどういうふうに設定するかというと、4-4-2のブロックでは守れないということはカタールワールドカップでほぼ証明されてしまったので、そう考えるとちょっと多すぎるね。今回の焦点の一つはビルドアップ、これは前回失敗してるから、追試です。偽サイドバックでやる理由としてですね、こんなのが普通の配置じゃないですか。でこれでやるってサイドバックが、ちょっとフィールドの書き方間違えちゃった、いいや、ここが高い位置を取るとタッチライン沿いに、としたらウィングが中入ってくるんですよね、パスコースをこうするため、これよくやるんだけど、これをやるとさっきも言った通り伊藤と三笘が中入ってきちゃってハーフスペースでプレーする、あんまり得策じゃない日本にとっては。彼らはタッチラインを背にして相手と一対一やって抜いてラストパスとかシュートっていうのがいいわけですから、じゃあどうすんのって言った時にサイドバックをここに置く、そしたらウィングは外張ってればいいわけですよ。ウィングのコースもある、内側のコースもあるっていうことなんですね。だから三笘と伊藤ありきを考えればビルドアップの形は偽サイドバックしかないってわけじゃないけど、ほぼ選択肢はそれしかない。でもう一つあるのが、これマンチェスターシティとかでやってるこうか、偽センターバック、これがここ行く、サイドバックがこうじゃなくてセンターバックここで、ここ3人残すっていうやり方があります。これ実は今回のメンバーやろうと思ったらすごいできます。ここ偽サイドバックがボランチとサイドバックの能力を兼任できなきゃいけなかったように、偽センターバックはボランチとセンターバックをできなきゃいけない。実はこれ結構難しい。だからマンチェスターシティでもストーンズだからできるけど、他のチームやろうと思ってもなかなかできないんだよ。でも今回のメンバー、谷口ボランチやったことあります、できます。伊藤洋輝できます。板倉できます。日本代表ですらボランチやったことあります。3人できる。遠藤航逆になるけど、ボランチとセンターバックできます。やろうと思えばできます。でこれの偽センターバックのもう一つの利点っていうのは、ここもセンターバックでいいと、要するに4枚全部センターバックで、実は例えばここ伊藤洋輝、谷口板倉として、もう一人センターバック瀬古か、瀬古ここに置くとするじゃないですか。で偽が板倉とした場合に、残ってる3人がセンターバック、みんな守備強いで、シティがやってるのも実はこの理由っていうのは、ヨーロッパ特にそうですけど、ウイングに三笘と伊藤じゃないけど強力な選手、例えばビニシウスをここに置くとかね、クバラツヘビアがいるとかっていう状況が今あるから、このウイング、強力なウイングを抑えるためには中途半端に攻撃力のあるサイドバックなんかじゃなくて、がっつり守れるセンターバックの方がいいっていう、そういう考え方が背景にあるわけですよ。だそれ考えるとメンツはいるんです、日本代表。ただ今回見てるとバックアップがゼロ、これはやる気がないっていうことだと思いますだから偽サイドバックしかおそらくないだろうと。だから偽サイドバックのビルドアップがうまくいくかどうかが今回の私の見どころ。ビルドアップは多分いろんなやり方もあるし、シチュエーションによっても変わるんで、それを前回はその多分名波コーチを中心としてそのサイドバック内側にっていうやり方をやったと思うんで、それを継続してもいいし、またそれじゃないやり方を、このセンターバック式をやってもいいけど、大事なことは敵陣にしっかりボールをどうやって運んでいくかっていうことだと思うんですね。で僕が注目してるのは、これ相手がエルサルバドルとペルーなんで、基本的に自分のコートではなくて相手のコートで試合をする時間が長くならなきゃ変だと思うんですよ。そんなならなかったらちょっとどうなのって話になっちゃうんで、そうなったらやっぱ敵陣でどういうふうにボールをつないだり、フィニッシュまでこう
つなげるパス回しもそうですし、ドリブルでもそうですけど、そうどういう攻撃アプローチをするのかっていうところが一番まあ注目してるところですかね。それがまあ森保監督が言うその何、自分たちが攻撃を主体的にっていう、まあそこにねつなげる必要はあえてないけど、でもどっちにしてもそういうシチュエーションのゲームなんで、そこが見どころになるし、その中でまあ鎌田大地とか久保建英とかがしっかりとこうなんかな、自分の良さっていうものをはっきり できるのかどうかっていうところをちょっとまあ注目はしたいかなっていうところですね。だから僕は偽サイドバックって言ってるのは、まあ、さっき説明したように偽センターバックをやれる人材がいるにもかかわらずバックアップがゼロなので、これは多分やる気がない、うん、でその他にどういう形があるかっていうと、じゃあ例えばアンカーを下に下ろしてここサイドバックを高く上げるとか、あるいは、サイドバックを高く上げてウイングを長いでいるとか、サイドバックを高く上げる方法はいくらでもあるんですよ。でもウイングを離しておけるビルドアップってあんまりないわけ。まあ言っちゃえば偽サイドバックぐらいしかない。じゃあ偽サイドバックなんかやらないで、サイドバックも上げて、じゃあウイングとダブってもいいからサイドに張らせてどんどんボールを蹴れっていうやり方もなくはないけれども、要するにボールをしっかり足元につないで前につなげようと思った場合にやらなきゃいけないことは、相手のディフェンダーとディフェンダーの間にボールを通すしか前に進める方法はないです。じゃあ例えばこの選手が持っててディフェンダーがここにいた場合にボールは前には当然いかない、これをかわさなきゃいけないけど、そんなリスクをここで取るかどうかということは、要するにこの選手のポジションはこことここの間にいなきゃいけないってことです。この時だけボールは前に足元で通る、ここにいた場合にはこれはできますよ、上は。でも通そうと思ったらこの中間ポジションに取らなきゃいけない、そのためにここにビルドアップ隊っていうのを大体5人必要なんですよ。その5人の置き方はほとんど決まってて、誰を置くかの違いだけで、日本の選択としてはウイングを張らせたいんだったらもうサイドバックはやるしかない、センターバックはやらないんだったらサイドバックしかやるしかないという、これもやらないんであればビルドアップはしなくていい、蹴ればいいんだからということです。七海さんがコーチに入ったなんか違いってビルドアップで西部さんなんか感じるところがありますか？だから偽サイドバックのアイデアがそうじゃないですか。だからアイデアは人の動き方はいくらでも考えられるんだけど、要はクオリティがあるかどうかなんですよ。で前回やった菅原と伊藤洋輝は頑張ってやってたけども、まず自分のチームでそんなにやってないだろうっていうのもあるし、質的に言っても最適とは言い難い。だ今回は旗手がいるのでやるんじゃないかなと思ってます。日本のビルドアップっていうのは判断がなかなかできてないのかなっていうのはどうなんでしょう？技術の問題と判断の問題と仕込みの問題と全部あると思う。サイドバックが中取れないでここにいるとここで見張られちゃってて、まあ、ここにいては当然ここにいて意味はないのでここに降りてきますよね。でセンターバックからパス出ますよね。この外回りのパスって安全に一見安全なんだけど全部ここにプレッシャーかかってくるんだよ。ここに立たれるともう縦にはボール出ないから、で中もいや例えばこう行くと追っかけてくるわけ、背中から。で全部プレッシャーかかる状態になっちゃう。安全なのはここだけだから偽サイドバックだとなんだろうって使うわけで、ずらしていくわけじゃん。だからわざわざプレッシャーの強いところに結構見え目の形でボール出しちゃってるから、これはきついなっていうのはその時は思いましたけど、だそれは技術的な問題もあるでしょう。この人が個人で解決できる部分もあるし、あるいはこっちに集めて一回戻してバーンって逆に蹴れば逆のサイドバックがフリーになる可能性はもうすごい高いから、だからその辺は個人の技術キャパシティの問題はもちろんあるけれども、そんな仕込みをしているようにも見えなかったし、わざわざプレッシャーかかるところにボール出してるとこ見るとまずいんじゃないのこれはっていう感想しなかった。まあね、もうやっぱり守備面っていうのはもうあまり別にシチュエーションがないだろうから、やっぱりどうしても攻撃になるんで、まあ、さっき言ったようにね、敵陣でのやっぱサッカーの内容っていうところ、まあ、あとはやっぱね、基本的にボールをつなぐとか握るとかそうなった時には選手間の距離をどういうふうに設定するかっていうか、もうそのところだよね。でその遠くて
やっぱパスがずれるとかになっちゃったら、それは技術の問題になってくるんで、もう近づけないとそれはダメになるとか、そういう話になるから、もう西村さん言ったように、クオリティっていうのがやっぱどうしても重要になってくるから、まあ、そこにね、対してそのみんなが個々のクオリティをチームの中で発揮できるようなその距離とか、うん、パス回しをできるかどうかっていうのが一つ、まあそうね、見どころという、まあ、だから結局は相手のコート内で何ができるかというところになるんですけど、あの日本代表選手クオリティないわけじゃないです、クオリティ高いです、ただ合ってないっていう、うん、例えば菅原とか伊藤洋輝にいきなり偽サイドバックやるからやってくれって、はい分かりましたって言ってやって、そう簡単にできるっていうか、その相性というかその人の持ってるものと役割を合わせないとうまくいかないわけで、だから別に選手のクオリティがないわけではもちろんないというか、むしろクオリティが高いかなとは思います。でもう一つこのビルドアップっていうのはどうやってボールを相手陣内に持っていくかって話だから、まあ、これが何今回の相手では自動的に解決されるとしたら、あとは伊藤と三笘はチャンスを作れるのはもう分かってるわけ、どうやって得点に変えるかです。簡単に言えばセンターフォワードの問題ということで、今回は古橋と、まあ、前回も選ばれてましたけど上田にはちょっと期待をしたいかなっていうのがありますね。外から入ってきたボールをいかに仕留めるかというところは重要だと思います。中村さん、うん、期待してる久保はどうでしょう。久保もまあ今回見どころかなと思うんですけど、うん、久保の使われ方ってどんなイメージありますか。ね、まあ右が伊東純也だとすると左が三笘、さあ久保はってなるよね。ここがだから面白いよね。だから2試合ある中で、まあ多分ペルー戦にあのどっちかというと A チームみたいな編成を森谷さんが考えるとすると、久保としてはやっぱり A チームの方でスタメンで出たいだろうなっていうのはあるので、どうだろうね、トップ下で使ってもらえるかどうか、まあやればできるとは思うんで、あの守備の時に伊藤、あ上田綺世、あもう古橋かもしれないけど、その2トップであのしっかり守備もやって、であとはまあ左右にも流れてっていう風な使われ方があれば、まあ、そこでプレーするのもありかなっていうふうには思いますけどね。僕は今の感触だと最終的にトップ下ってポジションはなくなると思います。433というか4141というか、うん、まあ、簡単に言うと次のワールドカップに向けての日本代表のモデルはモロッコ、前回大会4141でコンパクトにしっかり守ってショートカウンターをかけるっていうのがまあ理想かなと。そうなるとトップ下ってポジションないわけですよ。だからインサイドハーフとしてどれだけ守備で貢献しつつ前に飛び出して得点したりアシストしたりできるかっていうところが問われてくると思うんですけども、ただオプションとして442というか4231は持っておきたいということを考えると、まあ、そこで久保や鎌田を使う、あるいは将来的には伊藤亮太郎もテストするってことは意味があることだとは思いますが、将来的にとか次のワールドカップで最終的にこのトップ下というポジションがあるかどうかはかなり懐疑的。逆に言うと鎌田はこの間の3月の時にボランチでも使われたし、インサイドハーフはもともと適性はあると思います。で久保もそう、久保は最初はトップ下の右サイドだったけれども、レアルソシエダの今シーズンのプレーを見るとすごいあの守備の強度も上がってますから、むしろインサイドハーフはすごいうまくできるんじゃないかなっていう期待はあります。最終ラインを5枚にするぐらいだったら4141の方がまだあのやや攻撃的っていう感じなんですかね。それは伊藤と三笘がいるから、両ワイドが突破力のある選手がいるし、そこが最大の武器だから今のところ。だから、さっきも言ったけど5バックにしてしまうと彼らの居場所がそこになっちゃう、ウィングバックになっちゃうんだよね。そうすると攻撃に出るスタートポジションがあまりにも低すぎるというのはもったいないなと。4141ないし433のワイドであればそれより一つちょっとポジション上がるというのが主な理由です。でなぜ442の守備ブロックでないかというと、442のブロックでは守れないということはカタールワールドカップでほぼ証明されてしまったので、442で守れるんであればトップ下は置けると思います。
442 の、 あの2トップの一つは基本的にトップ下のポジションなんで、守備の時に442になりますから、ただその44のブロックで守れないっていうのが一番痛いところで、それを次のワールドカップまで仕込めるかどうかっていうのもちょっと無理なんじゃないかな、分かんない、できるかもしれないけど現状では僕はできないと思ってるので、一番後ろか中盤のラインに5を作らないと難しいとなると、三笘伊藤がいる現状でいうと4141あるいは433じゃないの方がいいんじゃないかなと。中村さんどうでしょう今の。まあその4年後のワールドカップはちょっとそのまた戦い方を変わるかもしれないけど、このエルサルバドルとかペルーのものに関しては、まあ多分前回の投手型が予想される。あとはちょっとこのメンバー表を見た時に俺これ3バックなんのかなと思ったぐらいなんで、まあとりあえず今回に関して言えば、あのもし久保の話戻っちゃうけども、久保を使うとするとスタメンだったらまあもうそこぐらいになっちゃうのかなと思ったんですよね。なんかそのね、三笘がまあ多分もう左枠に入ってくるでしょ、伊東純也も右枠に入ってくるから、まあそうなると久保はまあどっちかって言ったらやっぱ伊東と三笘っていうのは先にね、ペルー戦でもし A チームってやった場合なるから、まあ久保本人からするとね、エルサルバドル戦でスタメンよりもペルー戦でスタメンの方がいいだろうからね、からそうなるとトップ下なのかなっていう感じですけど、森保さんがどう考えるかは分かんないけど、うん、久保のトップはないですか最前線。なくはない。まあでも今回ね、この話とあれがいるもんね、完全にファルソンのウェベだよね。だから両ウィングはいるけどセンターフォワードがいないっていう状況になるから、じゃあ誰が決めるのっていう問題が出てきちゃうね。だから久保は偽9番で使うことは十分ありえるんだろうけども、その場合には中央から攻めるっていうことがメインになってないとあまり意味がないと思います。打倒に行けば上田1試合で古橋で1試合、この6月に関してはね。なんかとはいえ浅野がスタメンで出てきそうな、うん、浅野とあと前田大然、前田、うん、確かに実はこっちが1試合ずつって可能性もありますよね。ああ大いにあると思う。うん、そう考えるとちょっと多すぎるね、まあ、ここのね前線の層は確かにこれ厚いっちゃ厚いんだよね、うん、年齢でいうと、まあ、年齢だけで判断してはいけないけど伊藤は意外と年上なんだよね。もう30手前、もう30になったから、ね、次のワールドカップで33とかになるわけでしょ、うん、ウィングとしてはちょっとどうなのかなという分かんないですよね。ただね、伊東純也は今シーズンフランスに行ってからめちゃくちゃ上手くなったんですよね。その技術的なところとプレーの幅が広がったから、もうちょっとこのままどうなるか、まだ成長中だなっていうちょっと実感が僕の中で見ててある。一昔前のさ年齢のイメージと違ってきてるしね、ベンゼマとかもだって何歳って感じだしさ、上手くなって30超えてからバロンドール取っちゃった選手だから、うん、伊藤純也はなんかほらスピードありきだと思ってたところが、なんかちょっとスピードなくてもこれできんじゃねえのっていう面がちょっと見えてきたから、また、うん、ただねその先にもっとドアが伸びたら、うん、これまだ話は別だから、まあ、そこはもうライバル関係みたいになるだろうけど、まあ、伊藤純也は意外と面白いな。森保さんになんかこの2試合で期待することっていうもういつも通りいいんじゃないかな。どうこうっていう期待のかけ方がわからないもう通常営業でいいよっていう感じですね、監督に関してはね。あまりにも予想通りのコメントはあまり面白くないんで、もうちょっとこうコメントに工夫が欲しいまあどうでもいいことですでもね、いや本当もうちょっとトーク、ここをやっぱりスキルを上げてもらうのは意外とでも大事かなと。やっぱりテレビで見てる人がこう引きずり込まれるようなね、そういう感じ。まあでもね、森保さんの性格からするとね、そこにっていうのは難しいかもしれない。でもなるべく明るく元気にこう
まあ、明るいし元気もあんだけど、うん、元気もあんだけど真面目なんだよね。なんかね、二言ぐらい喋り始めた段階でもう最後の結びまでこう分かってしまうっていうところがあるんで、まあ、僕らみたいに見慣れてる人はちょっとネタにできるんだけど、うん、あのテレビで代表チームの監督って何喋ってるのかなと思った時に、あっっていう雰囲気に、ね、まあまあしょうがないですね、それはね、うん、もうそれも味だというふうにプロモーションした方がいいかもわからないね、うん。